はい、皆様お待たせいたしました。これからステージにご登場いただく方をご紹介いたします。準備はよろしいですか？ OK ですね。はい、美ま坂の国建国1300年 PR 天使サクラブの皆さんです。それではよろしくお願いいたします。
京初めて見たよっていう方がほとんどだと思うので、はい、今日も自己紹介からさせていただきます。はい、はいはい、じゃあまずみよどん。はい、知ってる方は一緒にお願いします。タンタンタタタみよどんみよどん307でみよどん。手足の色は緑。みんな疲れた時はみよどんを見てね。はい、中学2年生14歳のみよどんこと山本みよどんです。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとうございます。次はアナ。はい、皆さん一緒に手拍子お願いします。せーの、マジカルアンナ。アンナと言ったらピンク。ピンクと言ったら桜。桜と言ったらせーの、桜ブー。はい、ありがとうございます。ピンクのほっぺが超キュート、桜ブーの書道ガール、中学2年生14歳のアンナこと牧アンナです。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとうございます。次はみなみちゃん。はい、マイペースでアニメ好きだけど明るい笑顔で、明るい笑顔で頑張ります。みんなも笑顔になってみーな。ありがとうございます。15歳のさくらぶのイエロー、みーなことよさみなみです。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとうございます。次はれちゃん。はい、みなさん一緒にお願いします。カラーは水色、レイコル。ちょっぴりわがまま、レイコル。であなたもあなたもドキ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 、ちょっぴり天然食いしん坊。サクラブのドキンちゃんといえばバカナ。はい、ありがとうございます。15歳のワカナンこと中尾ワカナです。よろしくお願いします。イエーイ。ありがとう。はい、そして今日4月3日は、はい、なんと建国記念日ということで、はい、そしてなんと美まさかの国は建国1300年です。はい、そこで今年はいろいろなイベントが開催されるんですけど、今日は建国1300年ということで、はい、私たちも、はい、いろいろなイベントも開催されて、なんと今日からナルトの列車が運行がスタートします。はい、はい、そのナルトの作者の岸本先生はなんと美まさかの国の奈義町出身ということで、今年は美まさかの国がナルト一色になるそうです。はい、ナルトのシールを集めて美まさかの国を巡るシールラリーや、シールラリー、はい、スマートフォンを使って AR ラリー、そして今日こちらのステージでナルトのキャラクターショーも行われます。はい、そしてナルトだけじゃないんですよ。ナルトだけじゃない、はい、美まさかの国、豪華商品が当たる美まさかの国面白ラリーや、美まさかの国の温泉を巡る、宿泊券が当たるパスポート、そして、はい、そしてなんと9月からはあの人気作家の浅野敦子さんが書き下ろした美まさかの国、はい、ザ・ミステリーというのも始まるので、はい、皆さんも注目してください。他にもね、たくさんイベントがあるので、はい、皆さんぜひ注目してみてください。はい、はい、ということで次の曲に行きます。はい、はい、それでは次の曲2曲続けてお聴きください。1曲目はキラキラブ、2曲目は私たちのデビュー曲でギュッと。キラキラと輝いて心からあげる桜、君はもう眩しさに瞳をそらさないで。シーズン1ゴー。青い空を隠して雨の音が少し冷たくて
してくれ。